どうもカムです。ということでですね、今回なんですけども、害悪行為、迷惑行為ランキングやっていこうかなと思います。まあ、半年ぐらい前っていうか何ヶ月か前に、まあ、迷惑行為まとめみたいなのやったんですけども、まあ、今回はランキング形式ということで、まあ、今のラックマッチ環境なんですけども、前のシーズン、シーズン3とかに比べて明らかにひどい。ね、環境が。まあまあまあ、ちょっとこれは許容範囲っていうか、まあ、こっちでまあ、なんとかできない。こっちの対応でまあ、その無効化できないみたいなことあるんですけど、お前これは無理だろと。お前これはもうラックマッチ二度とやるなみたいなねことがありますんで、ちょっとやっていこうかなと思います。ではちょっと腹痛とかね、トリップ前にショットガン入れたかったんですけど、まあこれに関してはしようっていうかね、まあこれを入れちゃったらちょっとかわいそうだろみたいな。うん。まあ別にこれはね、ルールでさ、COD モバイルのルールで、なんか腹痛使ったらダメだよみたいな感じのルールがないんでね、まあちょっとこれはさすがに入れちゃうんはちょっと、まあよろしくないかなと思いましてですね、ちょっとやっていこうかなと思います。ちょっと4位からいきましょうか。ちょっとね、5つ、そう、5位腹痛にしたかったんですけど、まあそれ置いといて、4位ですね。4位なんですけども、ポイントに絡まず、芋砂。まあ、これに関してなんですけども、なんでかっていうと、なんていうかな、まあ、キルレー目的の人とかいると思うんですよ。で、たまにいるのが、いや、亀さん、でも楽しかったらいいんじゃないのって、これはゲームですよ、みたいな。楽しかったらいいですよ、みたいな感じのことがあるんですけど、それは明らかに自己中です。もう自己中。うん。自分さえ楽しければいいみたいな感じじゃないですか、それってね。そう、自分さえ楽しければいいみたいな感じで、もうそれはね、良くないと思う。これに関しては、その、芋ってる芋砂の人は楽しいかなと思いますよ。シューティングゲームみたいなね、そう一方的に、なんか芋りながらパス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 みたいな感じで楽しいかと思うんですけども、その他の4人、どう思います？そう、その他の4人がもう一生懸命一生懸命前線をしてるのに、もう1人はね、一生ポイントに絡まず、ずーっと芋砂してる。まあ、楽しければいいと思うんですけど、そう、楽しければね、いい理論は、まあまあ、それはちょっとまあ、否定しないんですけども、他の4人は楽しくないですよ。そう、他の4人は楽しくないし、もう圧倒的にもう自己中、この一言に尽きるね、そう、ポイント絡まず芋っていうのは。まあ、まあ、キルレ目的とかっていう風な人もいるんですけど、これ言っていい？ポイントに絡んでない芋って、80% デスレします。これは間違いなく言える。うん。下手くそやから、まあ、芋ってるとかっていうのは、そういうのはあると思うんですけど、明らかにね、キルレ目的やったら、もうちょっと違う方法を考えましょう。うん。でね、どうしてもランクマッチで SR を持ちたいって人は、まあ、通常マッチとか、ボット打ちでもいいじゃないですか。もうそこへ練習してから、で、ある程度上手くなって、そのランクマッチでも結構キルレ取れるよっていう風な感じになってから、まあ、ランクマッチに、来るといいんじゃないですかね。はい、いいんじゃないですかね。まあ、とりあえずですね、そのランクマッチでさ、勝ち負け関係ないとかそういうわけじゃないですよ。で、レートっていうものがあって、報酬っていうものがあるんですよね。そう、なんで、やっぱりその勝ち負け気にしてる人もいるし、もう自分さえね、自分さえ楽しかったらいいっていうのは、それは自己中かなと思います。それではですね、第3位行きましょうか。この第3位に関してなんですけども、暴言チャット&下打ちですね。まあ、これが3位ということでですね、まあ、このゲーム上にはですね、下打ちやったらダメとか、なんかそのチャットで暴言吐いたらダメとか、そういうのはないんですよ。ないんですけど、別にやってもいいと思うよ、俺は。やってもいいと思うんですけど、それは身内ぐらいにしましょう。ね。だからたまたまさ、ランクマッチでさ、なんていうかな、なんかボコボコにされた相手になんか下打ちにする人とかたまにいるじゃないですか。めっちゃ惨めな人いるんですけど、それはね、良くないっていうか、なんていうかな、その、もう民度とかああだこうだ言えないんですけど、今の COD にですね、まあそれは特に、まあなんていうか、コミュニティから絶対外されるんですよ。絶対に下打ちする人ってね、別になんかもう誰にもうところ構わず下打ちしますみたいなのは、まあ、別にそういうキャラでやってもいいとは思うんですけども、明らかにですね、なんていうかな、いろんな人にツイッターブロックされたり、なんかいろんな人からちょっと避けられたりというのはしますよね。下打ちされたら。なんでですね、まあ、ちょっと下打ちと暴言チャットっていうのは良くないかなと思います。まあ、特にですね、味方に暴言吐くやつ。もうこれは最低ですね。こいつはなんかね、もう、なんか年齢制限とかで俺チャットできなくしてもいいかなと思う。なんていうかもうチャット自体なくそうですよ、本当に。このゲームのね、そのチャットってもういいことほとんどないですよ。ね、大体もう9割か8割が大体暴言なんですよね。味方に対しての暴言とか、あと敵に対しての暴言とか、あと煽りとかね。まあそういうことなんで、もうとりあえずですね、もうこれは本当に迷惑ですね。ただただ不快になる、行為かなと思います。まあ本当になんていうかな、普通に楽しんでやりたいって人もいるし、ね、まあそういう人もいるんで、そう楽しんで勝ちたいっていう人もいるし、まあそういう人もいるっていうことは、やっぱりそのチャットとかね、まあしちゃうしっていうことは、まあまあ、非常識ですよね。非常識。ね、非常識な行為なんで、ちょっとこれはね、第3位ということにしました。はい。はい、それでは続いて第2位なんですけども、まあ、これに関してはね、ほぼ4位と一緒かな。まあ、4位とほとんど、ま、言ってることは一緒なんですけども、チーデスで1桁キル、2ですとか、あと、サーチャンデストロイで、ボムを持って、なぜか敵デスにボムを置いてくるやからとか、これに関してなんですけども、まあ、別にね、じゃあ、カメさん、下手くそランクマッチに来るなってことじゃないですか、とか言われそうなんですけども、非常識っていうか、なんていうかな、
二つですね、まあ、意識してできることがあるんですよ。一つは、無意識で、まあ、できること。まあ、これに関しては、打ち合いですね。打ち合いとか、その、打ち合いってさ、もう、どんどん無意識にさ、しっかり打ち合いの時にキャラコンするとか、初段から合わせるとか、というような感じのことは、別に意識しなくても、ある程度のレベルまでいったら、無意識にできるようになるんですよ。で、これですね、まあ、今回言った、チーデスで一桁蹴るとか、二ですとかとか、まあ、二桁ですとかっていうのは、これに関してはね、なんていうかな、意識してやるもんじゃないですか。ね、うまさとか関係ないですよ。うまさとか関係なくて、エリート隊とか、始めたての人とか、しっかりルールを叩き込めばできるんですよ。ね。なのになんかその、まあ、自分優先というかね、まあ、これに関しても自己中やね。そう。またその、なんていうか、楽しければいい理論みたいな感じのことが、ま、湧きそうなんですけども、そう、これに関してはですね、他の4人もいるんですよ。他の4人で、しっかり勝ちたいとか、勝つ目的でやってる人もいるのに、なんか自分のね、そう、自分の楽しさ優先で、とつりまくって、結局、デスレでね、なんか、2桁ですとか、っていうような感じの人たちがいるんで、まあ、これに関してはですね、うまさ関係ないですよ。本当にもう何回も言ってるけど、もう何回も言ってるから、その大事なことやから何回も言うんですけど、うまさ関係なしに、これについては立ち回りさえ意識すれば、小学生でもお猿さんでもできます。まあなんでね、まあこれに関しては、じゃあ亀さん、じゃあ、パーティー組めばいいじゃないですか、とかっていうね、方いると思うんですけども、パーティーさ、世界ランクチャットでさ、世界チャットで、例えばパーティー組むじゃないですか。で、組んだら、大体さ、デスレ告発ばっかじゃないですか。で、大体抜けていくでしょ。そう。なんでね、やっぱりなんていうかな、パーティー組んでも、それ自己中なんですよね。自己中。自分中心な立ち回りなんですよね。まあ、というのもですね、なんか自分がデスレ超えてたら、ちょっと控えめな立ち回りするとか、ちょっとまあ、事実に、まあ、ちょっと芋ったりするとか、まあ、というような感じの立ち回りすると、やっぱりその味方もね、そう、味方の、やっぱりそのモチベーションも削らずに、できますので、まあ、これに関しては、もうルール無視の非常識な立ち回り。うん。お前、もうそんなことするなら、フリーマッチやってこいよ、みたいな。ボットマッチ、通常マッチやってこいよ、みたいなことになりますんでね。まあ、これに関してはしっかりルールに沿った立ち回りっていうのがあるんですよね。そう。ボムを持ったら、しっかりね、味方がその道を開けてくれるまで、ボムを持って待機するとかね。そう、チーデスやったらしっかりデスを抑えて、キルを取るとか。まあ、そういうような感じのことが、ありますんで、これは意識してやるようにしましょう。まあ、そうじゃないと、多分おそらくもうその味方とかね、パーティー組んでもらえなくなるっていうか、パーティー組んだとしてもすぐ味方、抜けていきます。はい。はい。それでは続いて第1位なんですけども、まあ、これに関しては、迷惑とか害悪とか通り越して、なんでなみたいな。不思議なレベルなんですよね。そう、途中抜けですね。なんかね、今シーズンになったから異常に途中抜けが増えてきましてですね。前シーズンまで、なんかシーズン3とかこんな途中抜け多くなかったと思うんですよ。なんですけども、なんか今シーズンね、自分ずっとドミネーションやってるんですけど、大体ボコボコにしたり、ボコボコにされたら、味方がとか敵とかが抜けるんですよ。なんでなのかな。確かに1回抜けたら1分ぐらいやったんですよね。そう、ペナルティが。1分、ちょっと2回目と3回目はちょっとわかんないですけど、そう、まあ、多分ね、ペナルティが少なすぎる。もう1分待ったら、なんか次のね、試合ができるとか、ふざけてるんですよね。そう。なんか1分間待ったら、もうなんか次の試合ができますよ、みたいな、そう、感じのことが結構割とふざけてる仕様でですね、もうちょっとペナルティ大きくていいかなと思います。でね、そう、なんでこんな大きい、ちょ、なんかね、なんでこんな多くなったんですかね。途中抜け、ちょっと不思議でさ、そう。だから、ボコボコにされたらわかるんですよ。ボコボコにされたらわかるんですけど、なぜか普通に圧勝してる味方まで抜けてしまってるんですよね。多分、ランクマッチも、なんていうかな、もうフリーマッチよりっていうか、なんか、もう多分みんな勝ち負け気にしないんでしょうね。ほとんどの人が。まあまあ、俺はちょっと多少はね、ちょっと気にしたりするとこはあるんですけど、そう、気にしたりね、する方も全然いると思うんですけど、なんていうかな、多分もう世界ランキングとかもう、もう意味ないっす。世界ランキングとか。そう。多分日本人にね、世界ランキング目指してる人とかほとんどいないんで、もうおそらく多分もうみんな暇つぶしでランクマッチできればいいんじゃないかなみたいな感じになって、ボコボコにされて飽きたらなんか抜けるみたいな感じなんで、いや、やばいよね、今のランクマッチ環境。うん、ちょっと今回それだけ言いたかったんですけど、もうとりあえず1位はね、途中抜けと、うん、途中抜けするな。もう最後までボコボコにされろ。最後までボコボコに、生徒、うん、っていうようなことを、今回言いたいというような感じですね。ちょっと、どうかな。とりあえずね、4位が、ポイントに絡まず芋。で、3位が、暴言、下打ち、ということで。で、2位が、チーデスで、まあ、非常識な、まあ、立ち回りということで、で、1位が途中抜けですね。まあ、チーターとかあるんですけども、そんな論外です。もう論外、もうお前危なかったね、今。もうとりあえずお前は、ランクマッチやるな。もう COD やる資格ないと。もう引退してくれと。ということを言いたいですね。うん。まあ、こんな感じですね。まあ、途中抜きはですね、もう本当に試合を放棄するっていうか、もう本当にもう自己中の最上級行為をね。そう、自己中の最上級行為。もう飽きたから。
秋田からとか、そう、俺秋田から途中に来するわとか、本当に自己中極まりない行為なんでね、まあ、ちょっとこれに関しては、まあ、注意っていうか、やめておくようにしましょう。でね、まあ、今回、こういうタイミングでなんでこういう話をしたかっていうと、おそらくね、COD モバイルの過疎化の一番の原因って、多分ね、こういう害悪行為とか、その、暴言とかでね、まあ、ランクマッチが面白くなったとかっていう原因やと思うんですよ。まあ、その大会もね、まあ、一応あるんですけど、多分ね、そのランクマッチっていうか、まあ、COD モバイルやってる人たちって、ランクマッチしかやってないと思うんですよ。で、その、まあ、唯一の楽しさのランクマッチがこれほどまでに面白くなくなると、それは人口減っていきますよと。もう途中抜けされたらゲームにもなってないし、そう、試合されたらもちろん気分もあるしね。うん。まあ、というような感じだと思うんですよね。多分おそらく、その、まあ、過疎化の原因は、その、ランクマッチの面白くなくなってきたっていうのかなっていうのはありますね。まあ、なんで今回ね、こういうような感じに、もう一度、まあ、昔にもやったんですけども、今回はランキング形式で、やってみたと。というような感じです。はい。まあ皆さんどうだったでしょうか。まあとりあえずですね、まあランクマッチいろいろね、まあ皆さんの意見あると思うんで、ぜひぜひね、コメント欄などで聞かせてください。亀さん、まだ他にもね、こういうもんがあるよとか、ね、多分そういうものがあると思いますんで、聞かせてください。ということで今回これで終わりたいなと思います。参考になって面白かったっていうのがあれば、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。